パンラボの池田です。渋谷でパンを食べるならここというベーカリーカフェ5つを紹介。朝食、仕事、おしゃべり、シーンに合わせて使えます。ハチ公前から公園通りを歩き、西部の A 館と B 館の間の道へ曲がります。角に東急ハンズのある神南小学校した交差点を右に、最初の角を左に、続いてすぐ左に曲がったところも路地裏にあります。ビストロ、路地裏、カウンターとテーブルが4つの小さなビストロ。夜はセンスにあふれたフレンチと自然派ワインがいただける隠れ家。シェフは代々木八幡パスのオーナーでもある原太一さん。8時から15時まで朝食、ブランチをいただくことができます。オープンサンドやホットサンドなど自家製パンを使ったものが多い。このパンがパンオタクをうならせる美味しさなのです。黒光りするフレンチトースト、思いっきりカラメル化した表面、ブッラータチーズが爽快な酸味を加えます。あんバターリコッタチーズサンド640円と手頃な値段。自家製のコッペパン、自家製のあんこ、極厚バターに上の白いのはなんとこれも自家製のリコッタチーズ。どんな仕事をしてくれるのでしょうか。自家製パンはプワンとエアリーな中にもっちりがある可愛い食感、チーズとバター2つのミルキーにあんこが挟み打ちされる無常の快楽。無塩バターに振りかけた岩塩の塩、あんこに寄り添うリコッタの酸味が甘々に奥深さを与える。この完成度、料理としてのあんバタと言えるでしょう。公園通りを上がっていったところ、渋谷パルコのある勤労福祉会館前交差点の角にあります声ロビー。約70席と広々とした空間、自分で好きな席を取ってレジで注文するスタイル。一人なら渋谷の街が見えるカウンターもグッド、 Wi-Fi も電源も完備で仕事にも使える。大人気のため休日はほぼ満席でも階段に座って待つことができます。最大の魅力はモーニングの食パンビュッフェ、7時半から12時、私池田博明監修の自家製食パンが食べ放題。カードも使えます。こんなにいろいろ食パン食べちゃっていいのですかという夢の光景。くるみ食パンにチーズ食パン、オニオンブレッド、バターロールにスコーンと、あるわあるわ。スプレッドはオリーブオイル、蜂蜜だけじゃない、チョコにパテにあんこにピンクペッパーに、ジャムに自家製バターに塗り放題かけ放題、幸せすぎでしょう。もちろんフリードリンクです。紅茶にこだわりのコーヒー、アイスコーヒー、アイスティー、オレンジジュース、アップルジュース、ああこんなに取っちゃいました。バターロールスコーン、食パン4種、スプレッドも目いっぱいいっちゃいました。メインはアボカドのオムレツサラダを選択、オムレツたっぷりです。こちらはホテル食パン、しっとりプルンプルン、しかも小麦粉にカリフォルニアはセントラルミリング社製を使用、香りが濃いです。ブリオッシュ食パン、ミルクと卵の風味の素晴らしさ、サクフニッと歯切れもいいんです。ショコラ食パン、ココア生地にベルギー産チョコチップを入れたダブルチョコ、意識が一瞬遠のくほど濃密。ブリオッシュ食パンに自家製バターを塗って、あんこもいっちゃって、セルフあんバタの完成。とろけます。おすすめの食べ方はパテを塗ってピンクペッパー、レバーとろり弾けるスパイシーさ、オムレツにベーコンなんざ、もういくらでもパンが食べれちゃう。渋谷のど真ん中で最高の朝を味わってください。渋谷駅南口から西口方向へ降り、横断歩道橋を渡ります。そこは桜ヶ丘町、隠れ家的な名店が多いエリア。東急ホテルがセルリアンタワー内を通るのが近道です。見えてくるのはホワイトグラスコーヒー。八甲バスを使うと代官山方面から100円でアクセスできます。こちらがエントランス、専門学校ビジョナリーアーツ内にあります。製パンカフェを教える専門知識を生かしてカフェを運営しているのです。50席のある広々とした店内、
本格的なコーヒーをゆっくりいただけて、ビジネスなどのいろんなシーンで使える渋谷駅地下で貴重な存在、植物を豊かに配したテラス席、ストーブがあり冬でもあったか、 Wi-Fi もあります。スペシャルティーコーヒーを自家焙煎しています。ではパンはどこに売っているのかといえば、ホワイトグラスコーヒーの前の道を30メートルほど先に歩いたところにあるグリーンサン。ホワイトグラスコーヒーにこちらのパンが持ち込めるのです。いろいろ並んでいる中からコーヒーと合いそうなパンを選ぶのテンション上がります。レシートを忘れずにもらってください。ホワイトグラスで見せると200円以上お得です。カフェラテはエスプレッソが2種から選べます。朝入りの方とグリーンサムで買ったキャロットケーキを合わせました。人参がたっぷりで香りが芳醇、レモン入りのプリチは爽やかさを高めます。カフェラテは朝入りならでは苦味なく、優しいミルク感と人参のナチュラルな甘さが好相性。こんなこともやっちゃいます。あまりに居心地が良いテラス席で読書など楽しんでしまいました。この札、制限時間を表したもの、1時間半以内となってますのでご注意ください。東急本店通りを上がっていきます。東急百貨店本店前といえば、もう説明の必要はないかもしれません。えんじ色の外観ビロン、9時から11時限定のビロンの朝食は1650円でパン4種スプレッド8種が付け放題、コーヒーおは紅茶が付く極楽セット。2階のブラッスリーへ上がります。そこはまるでパリのブラッスリー、天井の壁が赤いこと、座席やテーブルもパリそのまんま。ギャルソンが持ってきてくれた奪って走り出したくなるほど魅力的なビエノワズリーのカゴ、このうち2種を選択できます。ビンゴと供される、これが本場のスタイルなんです。コンフィチュールはフランス、フランシスミオの高級品、チョコスプレッドはベルギー、蜂蜜はパリのレザベイユ、すべてあちらさんの高級品。この内容で1650円は必ず元が取れてお釣りが来ます。名物バゲットにルバーブのコンフィチュール、今日だけはパンの味が分からなくてもいい、たっぷりつけちゃう。ビロンのクロワッサン、でかいんです。フランスと同じサイズ、日本の 1.5 倍はあるでしょうか。もちろんバリバリ、エシレバターの甘い香り、香ばしいフランスビロン社の小麦アメリケーヌ。クロワッサンにも贅沢にコンフィチュールをつけちゃうのがフランス流、これを幸せと言わずしてなんという。ショソンポムも絶品、フランスに迫るクオリティ。ザクザクのパイ生地はこちらもビロン社の小麦を使用、フランス産小麦の香りがあるからリンゴの甘酸っぱさ、美しい香りが際立つのです。渋谷駅東口から宮益坂を上がっていきます。オープンハウスの角を曲がるのが近道です。 T 字路にぶつかったら右へ曲がってそのまま歩いていくと、ありました、パンをスリール。渋谷の駅地下で珍しい個人経営のパン屋さん、須藤博之さんと奥さんの道子さんが営んでいます。入ってみましょう。広い窓に面したイートインスペースがあるベーカリーカフェ、こちらではギャラリーやイベントも行われます。クレジットカードも使えます。国産小麦など厳選した素材を使用したパンが並びます。試食があるのが嬉しいですね。バゲットは濃厚すぎず、それでいてじわじわくる小麦の旨味が秀逸なんです。ブリオッシュ食パン、北海道十勝の生産者前田さんが作る奇跡の小麦、北の香りを使用。おすすめアイテムには試食を用意、北海道産小麦の美味しさがしっかり表現されていますので、ぜひ食べてみてください。充実のイートインメニュー、モンテクリストサンドに注目。ブリオッシュ食パンにチーズと自家製のハムを挟み、フレンチトーストのように卵焼きにくぐらせてから焼いています。チーズとろりたまりません。ポニョン、卵液を染み込ませたブリオッシュの柔らかさ、ミルキーさ広がる、チーズや牛乳、さらに北の香りの風味が乗っかる、素材の美味しさに脱帽です。見てきました、渋谷のベーカリーカフェ、さすがのハイクオリティ。居心地かおしゃれさか、パンの興奮か、
あなたはどれで選びますか？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。